今ですね、フィンランドのヘルシンキにいます。で、今からです IC インターシティというのに乗ってですね、これからタンペレという町に行きます。タンペレですね、大体2時間弱で到着します。で、今から IC 乗るところなんですけどね、2階建てですね。まあこっちはエンジンブームの方ですけどね、見てください、これ2階建て下と上両方あるんですけどね、まあ上の方が景色いいですよね。すごいですね、2階建てでこんなになってるでしょ。全部その2階ですね、端から端まで2階建てです。まあ上と下と料金がまた違ってくると思うんですけどね、まあ、揺れるパス乗ってればね、あるところ以外は車両以外はね、基本的にどこでも乗れるんですけどね、なのでちょっと駅員に尋ねた方がいいと思いますね。すごいね、